皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、992、はい、ついに992をサードフィが、そうだよね、はい、やってまいりました。そうね、はい、なかなか車は割とちょっと前から走ってますけど、うん、なかなかこうカスタマイズで触らせていただくってことが少ない。少ない、はい、少ないね。なぜ少ないかはちょっと今回触れずに置いておきましょう。はいはいちょっと大人の事情がやっぱり、はい、ディーラーだったりとか、はいはい、まあ、その辺の感覚がありますからね、はい、厳しいっすもんね。厳しい。そうなんですよね、もう本当に厳しい。まあ、結構メーカーによってちょっとその、まあ、緩いとは言わないですけど、うん、あのちゃんとその保安基準を取ってれば OK ですよっていうメーカーもありますけど、うん、逆にもう触ったらちょっとお願いしますよってこう言われちゃ う、ね、はい、うん、そんな中でもちょっといろいろあって、うんね、なかなかカスタマイズした車両があんまりこう、ま、ね、難易度的に一番高いぐらい、そんな感じ聞きますよね、イメージだね、うん、各メーカー、うん、はい、そんな中でちょっと今回触らせていただいた車両ということで、はい、ただ飯村店長の紹介なんで、はい、まずはちょっと車の紹介の前に、はい、ちょっと靴の紹介から。靴じゃないオーナーさんでしょ。あ、オーナーさんでしょうか、ね、はい、ちょっと 靴は大丈夫です。本当ですか、はい、了解です、はい、でオーナーさん今回ちょっと聞いても大丈夫な感じですか。オーナーさんは板金屋さん。あ、そうなん。そうなの。はあ、そうなの。新しいパターンですね。そうでしょう、はい、オーナーさんは板金屋さんです、はい、あ、そうなんですか、はい、なるほど、うん、で今回これまたなんでこういじる感じに、まあ、お客さんの後輩に当たるような方、はい、でよくしていただいているお客様の地元の後輩の方なので、なるほど、でその方、まあ、板金屋さんの社長さんが、はい、急遽に買ったんだけど、はい、なんかホイールないかなみたいな感じで。あ、そういうことなんですか。そう。なるほどなるほど。で、まあ、僕的にはね、いろんな最近のクラシック、ヴィンテージとかもいろいろご紹介、ご提案はしたんですが、うん、まあ、単純にかっこいいのがいいって話になって、まあ、ここに落ち着いたと。なるほど。いうことです。その話の流れだと多分タイヤがメインになってくると思うんですけど、はい、他にもちょっといじってあるんですよね。そうだからね、はい、これね塗ってもらってるんですけど、はい、あのここ塗っといてください、あそこ塗っといてくださいって言えば、あの塗った状態で来るっていう。あ、そういうことなんですかそれ新しい。そう、新しいでしょ。なるほど。そう、もう半分セルフサービス的な。そうそうそう、もうここ塗りましょうね、じゃあお預かりしますね、いつもだったら、はい、塗りました、はい、できましたなんだけど、もうあのここはこの色で、あそこはあの色で、自分でやってきてください。そうそう。でこの辺が黒くなってるわけです、はい、そうです。グロスブラックで素地を全部塗っていただいて、はい、ナンバーベースはボディ同色で塗ってもらって。あ、これも塗ってんすね。はい、でフロントのこのリップみたいな部分は、はい、この車カレーラーで PSM、 PSM、はい、スポーツサスペンションついてない車なんですが、純正であの PSM スポーツサスペンションをつけると、まあ、車高が下がって、このリップがこのリップになる。あ、そうなんですか。そうなんで今回は、リップだけを交換して、ちょっとこう出っ張ってるような。あー、ノーマルだとこういうリップじゃないんだけど。じゃあなし車ですけど、ちょっとこうスタイリング的にこっちの方がいいなっていうので、これだけつけてるって感じなんですね。でこの辺の芝とかも取って、もちろん全部塗ってあるんですね、うん、そう、芝取って塗ってある。なるほど。ちょっと近くで見ると分かるんですけど、ただこう塗っちゃうとこうブツブツが残っちゃう。そうね、全部ならして塗ってある、はい、確かこれ純正 の、 あのオプションかなんかでもありますよね。そう、今最近ね、ドアミラーの下を何、まあ、それこそ同色にするか、なんかグロスブラックにするかみたいな感じで選べるぐらいオプションがあるよね。ポルシェめちゃくちゃ細かくできる。細かくできる。でこの辺やるだけでちょっと車の雰囲気が全然変わってくる。そう、全然違うよね。だ最初もう本当に新車で、それこそ何十キロっていう状態でそのままお預かりして、でタイヤホイールとサスペンションつけて一旦返した。あ、なるほど。で、はい、その時にもまあまあかっこよかったんだけど、なんか足りないよね、なんか足りないよねって言ってて、はい、でそれでまあ今回その2週間弱ぐらいの間でやってもらったっていう。なるほど。で完全体になったわけですね、うん、そうね。なんでこの辺やってるだけでなんかもう雰囲気が、雰囲気がそう違うの、すごくいいんですよ ね、 ね、すごくいい。あともう一つ僕的にはこのナンバーベース、はい、これってあのちょっと救急にそう思ってない方には大変申し訳ないんですけど、あの992のナンバーベースって絶望的にかっこ悪くないですか。みんな言うよね。
この高さと形とそう、ねそうね、ザラザラ、うん、もうちょっとこう下で目立たなかったらかっこいいのになって思うんですけど、うんうん、これちょっと同色にするだけでだいぶなんかだいぶねちょっと違和感が少しは和らぎますよね、うん、なんか無理やりこうナンバー取ってつけた感は、うんまあ、位置的なものはもちろん変わってないんですけど、うん、横からのシルエットなんかそうセンサーがあるから位置変えられないんだよねそういうことなんですねそうここそうベンツディストロニックのね、はいなるほどうん、センサーがいるんでカメラだったりだとかいろんなセンサーがついてるんでそう位置がちょっと上がっちゃってるもともとヨーロッパ の, この横長 の, のそうね高さが低いからねバンパーがデザインされてる感じですよね、うんうん、なんでちょっとその辺もあるんですけどこうやって少しちょっと手を加えるだけでだいぶ、はい、でこれポルシェノリの方が見たら、うん、あれ黒くなってるしそうリップもついてるしいいよねあれ何本も塗ってあるじゃん、うん、ってなってくるわけなんですよ、うん、雰囲気がちょっと細かいところであるんですけど全体的な雰囲気にかなり影響してるのかなっていう感じですね、はい、であとは、はい、足元行きましょうか行きましょうか早速でちょっとホイールの紹介の前に僕いいですか、はい、ポルシェって一番なんかホイール難儀する車種だと思うんですよ、うん、そんな感じしません何ですかこので僕も思うんですけど、はい、言ったらフェラーリとかランボルギーニって、うん、車がめちゃめちゃこうかっこつけてるって言ったらあれですけど、うん、かっこいいし、うんうんうん、ちょっと芸術的なエクステリアじゃないですか、うんうんうん、ただポルシェってそうじゃないじゃないですか、うんうんうん、もちろ ん, なんか機能から来てるなんかこう形というか、うんもちろんこれかっこいいですよ。かっこいいんですけど、うん、なんかちょっとそのデザイン優先じゃないなっていう。はいはいはい、だからなんか足元がちょっとスポーティーにするのか、うん、ちょっとフェラーリランボで多いちょっとトゲトゲした単造にするのか、うん、それともちょっとこのひねってヴィンテージを入れたりだとか、うん、ちょっと変わり種のアメリカなんかで色ってフォームみたいなホイール入れるのかって、うん、ちょっと迷いません？俺はあんまりない。そうでもない、そうでもないらしいです。僕結構だからいろんなの見るんですよ。SNS もそうだし、そう、はい、インスタとかも見るんですけど、あこれローティー履いてベタベタのとかもかっこいいし、もうトゲトゲのすげえ格好つけたのもかっこいいし、まあ、もう本当にもう何ですか、体育会系のホイールもかっこいいし、そんな中で今回やってまいりました。はい、やってまいりました。まあポルシェってね、ほら、まあ、さっきツッチが言ってたように、カレラがあって、ターボがあって、GTS があって、カブがあって、タルガがあって、GT3 があって GT3RS があって、まあね、911っていうカテゴリーの中でもすげえいっぱいあるじゃん。それによってそのホイールのチョイスも変わってくるかな。そうなんですよ、うん、言ったらほぼ車の形って一緒じゃないですか、うん、なのにこうグレードがこう幅広いんで、ね、そうそこにはまるホイールがすごく広いな、うんうん、で割とこう何ていうんですかストリートに使える、うん、彼らで、うん、この足元っていうのは、うん、なかなかこうハマってるなっていう。そう、なんかやっぱね、僕はカレラとか、例えばまあカレラ S とか、まあ、割とスタンダードな車だからこそ、まあ、P200 っていう HR の P200 がもうドン的もうハマる、うん。もうなんか頑張りすぎてないし、確かにこうさらっとなんかコンケーブこんだけしてますみたいな感じもないし、すごいこうさらっといいかなと。そうなんですね。この P200 ってこの単造ホイールなんですけど、すごくこう曲線が対応されてる。なんかね、こうひねってるもんね。そうなんですよね、うん、割とこう単造のアメタンってこうカクカクしたデザインが多い中で、うんうん、特にこう柔らかいよね、うん、なってるホイールだなって。そう割とこうオールマイティにどんな車でも似合いますね、うん、似合う毎回言ってますけど、うん、本当に似合う。まあ、彼らも漏れることなく足元して似合っちゃう、うん、はい。でこのワンピースっていうのがまたワンピースよね。ワンピースです。ワンピースっていうのがまたちょっと溝かなと、うんうん、これまた3ピースとか2ピース、うん、なってくるとちょっと意味合いが違ってくるかな。そうね、違ってくるかな、うん、だからちょっと車のちょっとこう何ですか、あんまりこうがんなんていうの、頑張ってない感というか、うんうんうん、そう本当になんかさらっと履いてポーンってタイヤつけて、まあ、タイヤつけて車高ポンって落として、はい、ヒューってこう何食わぬ顔で乗っててなんか様になる。気軽にやってますよみたいな、うんうん、全然気軽な金額じゃないですけど全然気軽じゃないです、はい、雰囲気がそうさせてるっていう。そう、はい、そしてサイズは今回、はい、フロント21インチです。なるほど、はい、もう21が普通に入っちゃうんですね。そう、992からね、本当にそのフェラーリサイズのタイヤ外径が入っちゃう。あと992に車が大きくなったんで、うん、まあ、バランスが21でもすごくいいんですよね、うん、そうね。そしてタイヤが、はい、255、3021、
東 S、ミシュラン。そしてミシュラン。ミシュラン、はい、やっぱりね、ここって結構重要くないですか、ね、ミシュランだよね、うん。まあ、ちょっとまあサイズ的に、まあ、選択肢は多分狭くなってくるんでしょうけど、うんうんうん、ここでちょっとタイヤの銘柄変えたりすると、うん、また雰囲気変わってくるじゃないですか。そうね。でそこに来てこのミシュランのこの丸い、はいはい、サイドボールが丸いので、うん、これもまた雰囲気にちょっと、うん、かっこいい、強く買ってるかなという、はい、やっぱタイヤは重要ですね。うん、でこのサイズもちょっと引っ張ったりとかあんまりムチムチさせることなく、うんうんうん、はい、そうちょっと絶妙な感じに、これまたリムがバチッて出たりするとまた雰囲気変わってくるよね。そうなんですよ。この辺はちょっとこの組み合わせやってこないとなかなかたどり着かないなって、うん、でデズラは当然、はい、オーダーですから、はい、バッチバチですね、はい、なってます。これ救急入院のじゃあデータもお任せくださいって感じですか。そうね、今回だから意外とさ992でタイヤホイールまでつけてるっていう車が多くなかったから、ね、正直その何だろう、どうしようみたいな、まあ、今まで代表的なものだとオートサロンに出させてもらった青いカレーラ S フルテックアートで、あれも、まあ、1210は履いてたからあれも参考にしたんだけど、うんっていう、ちょっと見せ方によってもちょっとこう変えてくるじゃないですか。そう、あと車高もね、はい、今まで多分 HS、カーベイの HS がほとんどの車、車がついてたと思うんだけど、いまいち下がりきんないのよね、あれだと。え、これ何でしたっけ。これは今 H&R のアジャスタブルのダウンサス、それも992用が出たのが多分すごい最近。あ、そうなんそう。で僕本国のホームページ見て、あ、出てると思って、へー、でオーダーしようと思って、で日本の代理店さん電話したら、あ、まだ日本定価設定されてませんみたいな、あ、なるほど、いう状況でのオーダーだったんで、はい、まあ多分その今までつけてる人が今まであまりいない、あまりいないっていうか、あ、じゃあもしかしたら1号車かなかもしれない。だからそれでだからここまで下がってる。だフロントが下がりきんないと、あ、それによってもマッチングってだいぶ変わってきちゃうし、なんでここまで下がるんでこのサイズで入ってる。で HAS とその H&R のやつ、仕組み自体は一緒ですよね。仕組み自体は一緒、アジャスタブルの、まあ、車高調みたいになるダウンサスみたいな。ただバネのセッティングがちょっと違うんで、そう違う、もう下がり幅がちょっと違う、うん、だからこのぐらいの車高でいきたいんであれば、うん、もしかしたらちょっと HAS よりかも、うん、H&R のこっちの方がいいかなっていう感じですか、うんうん、はい、はい、こんな感じで車高もだから絶妙ですね。そうね、あの下がりすぎず上がりすぎずみたいな、まあ、必要であればもうちょっと上げたりなんてということはできます。ただ今回エアロパーツがこの純正のこれだけなんで、うん、まあ、このぐらい下げても、まあ、まあそんなに、うん、グーが入るぐらい、うん、ただ日常の使い方は全然損なってないのかなと、うん、そんな感じがします、はい、そしてもう本当にそれだけなんですね。本当にそれだけ、キャリパー塗ったりだとか塗ったりもしてないし、はい、もう何かをしてる、まあまあそうです、こういうとこ塗ってますけど特にこう大きなことはせず、なんかこう何食わぬ顔で現行型でバリッと決まった車を乗っててもらいたいっていう、俺改造した車乗ってんぞっていう感じじゃなくて、そうそうそう、じゃなくてちょっとタイヤホイールだけ変えましたけどみたいな、そうそう、なんかなんならボンド持ってったらこうなっちまったみたいな、なるほど、そういうぐらいの僕何ついてるか分かんないんだけどみたいな感じで乗ってもらうのが一番こう素の彼らだしいいかなっていう。洒落てますね。洒落てるよね、うん、そしてあとはこの辺なんかもしっかり、はい、塗ってあります、はい、さすが板金屋さんですね。そう、抜かりなく抜かりないです、はい、サイドと、あれ下側も塗ってある。そう、ここも塗ってある。うわ、ほぼ見えないじゃないですか。ほぼ見えないよね、はい、本当影になっちゃってるぐらいで。確かに。でも端っこ全部塗っていくと、うん、そこだけザラザラだとやっぱり。そう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 、でこの辺もしっかり塗ってある。塗ってあります。そしてリアは、はい、こんな感じで。リアは22インチです。なるほど、リア結構大きく見えますね。大きく見えるよね、はい、だから本当にその458、488その辺の F8とかとみんな同じサイズ、フロント 9.5 リア 12.5 フロント255リア335がもう入るようになっちゃってるんで、もうスーパーカーのスーパーカー、うん、でこれ前でちょっと触れるの忘れちゃいましたけど、これ色味的にもなんか絶妙ですね今回。そう、これはポリッシュドダーククリアなんで、ポリッシュした上にスモーククリアみたいなイメージのフィニッシュ。すごくこの辺も絶妙。そうだから、ね、本当になんか今回目立つことをあんまりやっていない。あんまりやってない、本当に。だねじ入れてるから余計そのなんだろう、ちょっとメッキっていうかポリッシュっぽく見えたりとか、あのスモークっぽく見えたりとかっていう面がかなりこうなんだ、3次元みたいな感じで見えてるホイールなんで、多分走ってるとこもすごく綺麗な、そんな足元になってると。
で、あとは後ろも、はい、後ろも塗ってあります。ペイントが施されている感じですかね。はい、はい、やっぱりこの辺は一周やっておくと、そうね、すごく雰囲気が、うん、これマフラーなんかも黒くマフラーはスポーツエキゾーストで出口だけ塗ったのかな。あ、そうなんですか、うん、この辺なんかもしっかり、はい、で当然エンブレムなんかはやっぱり触らないんですね。触らないです、はい、うん、本当にだからその最初に言った改造してんぞっていうところじゃなくて、そう、はい、もうさらっと仕上げる、知らないみたいな、秋山さんなのに、はい、タイヤホイールだけ買いましたよみたいな、うん、はい、そんな雰囲気に仕上がってるみたいです、はい、じゃあ最後になりますけど、はい、今回これめちゃくちゃ雰囲気ですね。雰囲気がいいよね、うん、本当なんかそのどこ乗ってってもなんかこう改造車感みたいなものもないし、こうどうだ俺いじってんぞみたいな、あのどうだ感もないし、こうさらっとね、してる感じがどこ乗ってってもマッチするっていうかね、溶け込むっていうか、ね、うん、はい、おしゃれな感じでいいと思います、すごく。でもちろんこの911ですから、はい、もっといじろうと思えばもちろんできます。できるんですね、はい、もちろん、はい、もうそれこそテックアートもありますし、うん、テックアートもありますしね、はい、あとはトップカーなんかも確かトップカーもなんかワイドボディーキットですよ ね、 出てるね、やりきっちゃうなんてできるんで、ね、本当に車がグレードも多彩ですし、うん、まあ、いじり方もいじり用で、うん、いかようにでもなる、なる。ただちょっとやっぱりあの最初の問題、ね、最初の問題がありますね、いろいろな問題がね、はい、そこが一番ハードル高いんじゃないかと、ね、うん、逆にこうやってさらっといじるっていうのは、うん、そういった意味でもいいのかなと、うん、そうね、ある程度戻しが効くっていうかね、まあ、塗るのに関してはこれはもう純正で出てるぐらいなんで全く問題ないはずなんでね、それ以外のものに関してはタイヤホイール足回りぐらいであれば、まあね、まあ、売却の時だったりとか、うん、戻すことがこの時だったりとか、うん、はい、可能なんで、はい、戻せますので、はい、まあ、そういった方にも非常におすすめのカスタマイズじゃないかなと。あと最後もう一個だけいいですか、はい、僕飯村さんに報告があるんですよ、はい、なんとこの度、え、車を買った。違います。います、はい、この度私、はい、色彩限定に合格いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと受けてたんだね、本当に。受けてましたよ。合格通知が来ましたから。本当。ちょっとあの車で、あのどやろうと思ったんですけど、うん、まさかの色がない。色がない。はい、なんでその辺は次回どうやりたいと思います、はい、というわけで、はい、もう992のカスタマイズはボンド名古屋にお任せいただければ、はい、何でもできると思いますのでぜひご相談ください、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。